皆さんこんにちは、小林涼子です。初めましての方も多いかな。はい、初めての YouTube いやー緊張するな。皆さんステイホームいかがお過ごしですか？私はね、こんなにお家で過ごすことなんてめったにないから、最初はすごい充実する、毎日お掃除したりとか本読んだりとかテレビ見たり映画見たり、まあ、語学の勉強したりいろんなことができてはかどるって感じだったんですけど、でもなんだかちょっとずつやっぱり不安になってきて、どうやって過ごそうかな、このステイホーム中にどうやってモチベーションを維持していこうかなって、いろんな方の SNS とかを見てたら、本当に海外の方たちもね、皆さん一生懸命新しいことにチャレンジしたり面白いことやってみたりしてシェアしてて、素敵だなって思うことがたくさんあって、じゃあ私もやりたくて興味はあったけど、ちょっと私にはハードルが高いな、喋るのも上手じゃないし、なんかすごいスペシャルにできることがあるわけでもないから、ちょっとハードルが高すぎて始めらんないなって思っていた YouTube を始めてみようと思ったんですでもやっぱり普段本当にたくさんのスタッフさんに支えられてるから、こうやって自分でカメラをセットしてみたり、父に照明を一生懸命変えてもらったり、母にこうどうしたらいいかなって相談したりして撮ってみて思ったのは、本当に大変、本当に大変、もうできないんじゃないかなって何度も諦めかけたけど、どうにかこれを見てる皆さんに今お届けできてるということはできたってことですねそんなこんなでですね、で、ま、じゃあ何をやろうかなって悩んだわけなんですけど、本当に何もね、こう自信を持ってできるよって言えるようなことがなくて、すごい自信がなくて、普段からどうしようかなって思って、皆さんにね、私何できるかなって質問してみたんです。いや、あなたのコンテンツだからって言われちゃったらそれまでなんだけど、でも本当に皆さん優しいんですよ。優しくてね、じゃあこんなのはどうってたくさんアドバイスいただいて、お料理、ヨガ、体操、スキンケア、美容、メイク、おすすめの本や映画、韓国語、日常英会話、クローゼットの中の洋服でのコーディネート、朝のルーティーン、夜のルーティーン、休日の過ごし方、ご飯、スイーツ紹介、実食、朗読と一人芝居。こんなにたくさん皆さんがアイデアをくださったんです。あー、すごいあったかいなー。私がこんな何もできないよーって言ってる時に、みんなは頑張れ頑張れって応援してくれて、とても嬉しかったです。みんなのステイホームをちょっとでも楽しくできる何かないかな、私のステイホームがちょっとでも楽しくないかなって思ったら、やっぱりご飯、スイーツかな。大好きなんです、食べることが。美味しいものを食べると元気になるし、自分で機嫌が良くなるともっとなんかこう毎日明るく過ごせるかなって思ったりもして、結局はね、自分の機嫌を自分で取っていかなきゃいけないから、美味しいものを食べさせてあげたいな、私にも家族にも、そしてみんなにもちょっとでもしてもらえたらいいなって思ったりするので、これがいいかななんて今は思っています。もちろん他のねものもできたらいいなとは思う。でもこれは課題かな、私が一人でどこまで取れるか、母と父に手伝ってもらって小林家どこまでできるか、課題かな。もうちょっと待っててね、頑張るから中身はなんとなくそんな感じになったんだけど、タイトルだよね。いやー、これ難しいのよ本当に。小林もね、涼子もすごく多くて、私すごく自分の名前大好きなんだけど、とっても平凡な名前なの。だからすでに皆さんが使ってらっしゃるチャンネルがねいっぱいあって、何がいいか全然思いつかないの。いくつか思いついたんだけど、それはちょっとやっぱおしゃれじゃないんじゃないかなとか、あまりにもちょっとダサいよねっていう意見が多くて、涼子の家とか小林家とかアットホームな感じが多かったから、これはちょっともうちょっと考えたいなって感じ。はい、そんなわけで一生懸命やっていきます。とってもアットホームな YouTube チャンネルになると思いますが、ぜひ皆さん応援してください。そしてよかったらたくさんアドバイスをください。いいコンテンツ作っていきたいという熱意だけはいっぱいある、熱意だけはいっぱいあるからね、どうぞよろしくお願いします。褒めてくれたら伸びる子です。頑張るぞ。じゃあねー、また次回ねー。よかったらチャンネル登録してみてねー。